姫路公園は、姫路市にある都市公園である。日本の歴史公園100選の一つに選ばれている。姫路城のかつての中郭以内に相当する特別史跡内の 68.1 ヘクタールに公園が整備されている。姫路城公園とも言う。明治維新後、中郭にあった武家屋敷などは大日本帝国陸軍の施設に建て替えられ、第10師団司令部、歩兵第10連隊、歩兵第39連隊などが置かれる。1912年、天守などの城郭建造物と軍用地以外の土地建物が陸軍省から姫路市へ無償貸し下され、天守など城郭建造物と天守北部にあたる北勢院郭や鬼才門内など内郭の北側区域が姫山公園として一般公開が始まった。1945年、姫路空襲で軍施設や市街地は大きな被害を受け、姫路城も爆撃されたものの不発弾となり、焼失を免れた。1976年から姫路公園整備計画が行われ城北の姫山住宅跡地が公園に整備され野外ステージなどが建てられるなど、戦後の復興や市の都市計画に基づき道路や公園が整備され、現在ではお城祭りや姫路浴衣祭りなどの祭り、市の行事、ライブなどの各種イベントの会場のほか、市民や観光客の憩いの場としても利用されている。浴衣祭りお城祭り平成27年11月28日に行われた人間将棋、村田千穂対長谷川勇気。姫路市緑の基本計画、観光交流。姫路市。2015年9月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年11月14日閲覧。進む城周辺の公園化。広報姫路。2016年3月4日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年11月14日閲覧。シャッター壁画姫路藩鉄砲助巻。文化シアター。2012年2月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年11月14日閲覧。シャッター壁画お披露目。姫路市広報ブログ。2016年3月4日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年11月14日閲覧。大河ドラマ館。61万人訪れ閉館=兵庫県姫路市、地域。姫路市広報ブログ。2015年1月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年11月14日閲覧。官兵衛くんから白丸姫へ。姫路の大河ドラマ館61万人を動員して、閉館。ありがとうございます。